ねえ。ねえってば。ねえ。オタクくーん。おーい。あ、気づいた気づいた。え？何って、怖いなぁ。オタクくん授業中もずっと下向いて何かしてたから、気になっちゃって見に来ただけ。ん？え？オタクくん！絵上手だね！ねえ、どうしてこんなにうまいの？マジすっご！神じゃん！ああ、もうちょっと見せてよ。いいじゃん。ね。他には言わないからさ。お、サンキュー。へえ、いっぱい書いてんね。おや？女の子が多いね。しかもうまい。あ、そうだ。ねえねえねえ、私も書いてよ、オタクくん。え？書きたいものしか書かないって。何よ。私は書きたくないってことかよ。ケチてかさ、この絵なんか全部似てない？え？ああ、うちのクラスの女ちゃんに。なんか見たことあるなーとか思ってたんだよね。え？そうって。マジ？やっぱそうなの？やっぱー。へー、うまいわ。でもさ、なんで女ちゃんばっか描いてんの？さっきさ、描きたいものしか描かないって言ってたじゃん。ってことは、女ちゃんは描きたいってことだよね。あ、もしかして女ちゃんのこと好きなん？わー、オタクくんってああいう子が好きなんだ。へー。あ、てかさ、私のことを描いてくれないのって、もしかしてオタクくん私のことを嫌いなの？え？そんなことないよって。いや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 、なんか怯えてるし。でもうわー、ショックだわー。せっかくオタクくんと仲良くなれるって思ってたのに。ああ、女ちゃん推しなのちょっと嫌だなー。ねえ、どうせなら、私を押してよ。そうよ、私を押しなさいよ。オタクくんをバカにする奴らも減るだろうし、あとあと、イラストも描きたい放題だよ。オタクくんも、カースト的にも上に行けるし、それに、私と一緒に帰ったりできるし。あ、てか、そもそも私と絡めるのがありがたがれっつーの。いい？私がオタクくんに近寄ってるんよ。なんで振り向かんの？
か、オタクくんを独占すればいいんじゃね？そうじゃん、そうじゃん。あったまいい、私。だってさ、オタクくんは他に頼れないんだし、オタクくんを私色に染めちゃえばいいじゃん。抵抗は、できないよね。オタクくんだし。ね、オタクくん。私、今決めたんだけど、これからオタクくんを独占したいと思いまーす。オタクくんは他の女に目もくれちゃいけません。もちろん他の女のイラストも禁止しまーす。さっさ、これからは私をモデルにしていいよ。オタクくんが望むなら、どんなポーズでも、撮ってあげる。そっちの方がオタクくんもいいでしょ？え？女ちゃんをモデルに描きたいって。はぁ、次行ったらマジ言いふらすからね。女ちゃんが好きですって。いや、私のことが好きってことにして、言いふらしちゃおっかな。多分、オタクくんより私の方が影響力強いし、誰もオタクくんの言葉を聞いてくれないかもよ。だから、ね。私に落ちなよ、オタクくん。無理やりにでも好きって言わせてやるから。覚悟しといてね、オタクくん。最後までご視聴ありがとうございました。評価、グッドボタン、チャンネル登録、通知、コメントをよろしくお願いします。おすすめ動画はこちら。ツイッターもやってるのでフォローよろしくね。それでは、おつだらー。